絶された空間。そこに魂が閉じ込められちゃうとどうなるんでしょうね。とわにそこから動けない。ですか。あら、いたのね、ヨウム。お邪魔でした。いいえ、大丈夫よ。ねえ、ヨウム。はい。もし私がその空間に閉じ込められちゃったらあなたはどうする？そうですね。食器が相当浮くんでぜひそこに行ってほしいです。嘘やん。ほんまに言うてんの？冗談ですよ。っていうか急に関西弁になるのやめてください。お姉ちゃい。真面目に答えるとそうですね。多分私もそこに行くと思います。たとえどうなっても。嬉しいわ。だって私がゆうこ様の後を継ぐことなんてできませんし。何より私も大食いキャラになりそうで怖いから。あ？そう？失礼します、お嬢様。何かしら。少々お時間をいただいてもよろしいでしょうか。問題ないわ。パチュリー様から何かお話は。パチェから？何も聞いてないけど。何よ。妹様の居場所が分かったとのことです。生きているの？いいのよ。私に気を使わなくたって。本当のことを聞かせて。はい。あの時の襲撃ですでに命を落としています。しかし成仏できず隔絶された空間に魂が閉じ込められていると。まったく。最後まで手のかかる子ね。昔からずっとあなたは私を怒らせて。お嬢様。いいのよ、昨夜。ずっと信じたくはなかったけど心の底ではそうじゃないかって思ってたの。でも。生きて帰ってきて欲しかったな。もう会えないなんてやっぱり信じたくない。もっと仲良くしていれば。もっと素直になれたら。もっと愛していれば。昨夜。どうしたらいいの？もう二度と普段に会えないの？はい。もう。会えないんです。ずっと一人で寂しがってないかな、泣いてないかな。妹様に見られても恥ずかしくないように胸を張って生きていきましょう。フラン、いつもお姉様はね、まだ何もわからないけど電話にさっては。またメイリーサボってるんだって。昨夜最近無理してない？パチェのコアなら何か知ってるんじゃない？お姉様なんてもう知らない。言うなって言ったのに、バカ。こんにちは、門番さん。確か冥界の西洋寺ゆう子よ。ここの主人に会いたいんだけどいいかしら？すみません、お嬢様は今体調を崩されておりまして。そうなの。じゃあまた後日改めて。待ちなさい。私がお嬢様の代わりに話を聞くわ。ところでさっきここの主人の体調が悪いって言ってたけど。あれからずっと部屋から出てこられなくて、食事や睡眠も長い間取ってない。いくら吸血鬼でも身体には限界がある。早くしないと手遅れになるわよ。わかってる。運命というのは本当に残酷ね。それを操れるものさえ時に翻弄してしまうんだから。そんな皮肉を言うためだけにここに来たんじゃないでしょ。そやね。向こうに行ける方法が一つだけ見つかった。お嬢様。入りますよ。お嬢様、大丈夫ですか？誰か呼ばないと。栄養失調と睡眠不足ね。しばらく安静にしていれば時期に治るでしょうけど。妹様のことを知ってからずっとこの調子でしたからね。昨夜が早まるからこうなったのよ。私はまだ黙っていろと言ったのに。昨夜さんのせいにするんですか？あの時言わなければこうならなかった。ですが、こうならなくて済むよう手を尽くしていたの。まだ希望を捨てたわけじゃないから。じゃないんです。はっきり言いなさい。私が言いたいのはそういうことじゃないんです。まだわからないんですか、パチュリー様。私たちは家族なんです。家族なら一刻でも早く家族のことを伝えるものでしょ。偉そうに。お前に私の苦労の何がわかる。またそうやって逃げるんですか。この際はっきり言わせていただきます。パチュリー様は間違っています。パチュリー様の考えはわかります。お嬢様の気持ちを考えているということも。ならそれでいいでしょ。違うんです。私たち家族はパチュリー様が思っているほど脆いものじゃないんです。だから、そのですね。あなたの言いたいことは大体わかったわ。レミーを安心させる方法を見つける前に酷なことを伝えろ。それがどんなに酷なことであっても家族がいれば乗り越えられる。そういうことかしら。ごめんなさい、ひどいこと言っちゃったわね。私も焦ってたし追い詰められていたのかしら。パチュリー様。家族。ねえ。今回のことも乗り越えられるかしら。え？きっと。
向こうに行ける方法。フランドールの魂が閉じ込められている空間に。一体そこにはどうやって行けば？早まらないで、順を追って話すわ。その場所は冥界の向こう側、つまり魂の終着点、死後の世界。そこに存在する隔絶された空間に彼女はいる。何らかの原因で魂はその空間に引き寄せられた。いくつか原因は考えられる。その中で一番可能性の高いものは、特異点の存在。明るい、ここは。久しぶりだね、レミリア・スカーレット。マリサ、じゃない。よくもフランを。ごめん、と言っても許してもらえるとは思わない。許されるわけがないんだから。殺す。殺してやる。返して。フランを返してよ。返しなさいよ。それはできない。僕だってそうしたいさ。君に一つ問う。お前の話なんか聞きたくない。今すぐ私の目の前から消えろ。フランに会いたいかい？うるさい、消えろ。聞きたくなかったら耳を塞げばいい。僕を見たくなければ目を背ければいい。でも聞いてほしいんだ。今一人ぼっちのフランのためにも。一人ぼっちのフラン、お前。聞く気になってくれたかい？僕は6年前のあの戦いに敗れ浄化された。そして浄化された魂は隔絶された空間に閉じ込められた。そこには君の妹、フランドールがいたのさ。フランと僕は6年近くその空間で過ごした。お前がフランと？ああ、信じられないだろ。僕も驚いたさ。まさかそこに一人の少女がいるなんて思わなかったよ。償いのつもりで彼女の頼みを全部聞いた。そのせいか随分と僕の心も変わっちゃってね。情というものまで芽生えてしまったよ。何が言いたい？そうだね。僕はフランと一つ約束をした。君を孤独にさせない。だから君にフランのそばにいてあげてほしいんだ。それはつまり私に死ねと言っているのね。フランがあなたのことを気に入っているならあなたがずっといればいいじゃない。それができればわざわざこんなことしないよ。僕はもうこの次元にはいない。そばにいてやりたくてもできないんだ。勝手なやつね。頼む。あの子のそばにいてやってくれないか。お願いです。フランのそばに。やめなさい。あんた腐ってもこの次元を支配しようとしたもんでしょうが。情けない姿を見せるな。私はあんたが死ぬほど憎い。今にもあんたを殺してやりたいほど。ああ、わかってる。だけど、あんたが長い間フランを孤独から守ってくれたという恩もある。信じてくれるのかい？正直信じたくはない。だけどそれが真実なら信じるしかないでしょ。ありがとう。あんたの頼みを聞くわけじゃないから勘違いはしないで。これは私個人の意思。フランがいる場所に行く方法は？特異点、そこに入れば確実にそこに行ける。特異点とはあの世とこの世を隔てる結界に歪みが生じた時にできるもの。そこに入れば妹様のいる場所に行けるのね。その世界は冥界より向こう側。特異点を通れば二度と帰ることができない。死ぬということになる。命の代償を払わなければそこには行けない。それでも君は言ってくれるのかい？私は高魔館の主。高魔館にいる私の家族を導くという使命がある。だけど、フランに会いたい。命の代償。その覚悟があるなら白玉楼に来なさい。ただし一度に行ける人数は一人まで。それじゃ、お邪魔しました。どうするつもりだい？まだ少し考えさせて。ああ。またあんたと会えるの？無理だね。魔力を使って僕はここにいる。だけどもう魔力も近いうちにそこを突く。そう？このことは君のとこのメイド長も知っているだろう。冥界に住んでいる彼女から話を聞いたはずだ。本当にありがとう。こんな僕の話を聞いてくれて。私の能力を奪い、時間を奪い、さらには大切な妹まで奪ったあんたを決して許さない。これからも憎み続けてやる。うん、わかってる。でもずっとフランのことを気にかけてくれていたのね。今もこうして私に頭まで下げてフランのことを思ってくれてる。あの子の姉として感謝するわ。ほんと、君たち姉妹は不思議だよ。怖いくらい優しい。もし生まれ変われるんなら君と。いや、なんでもない。じゃあね、あとは任せたよ。お目覚めですか。よかった。昨夜、長い間あなたに苦労かけちゃったわね。私はもう大丈夫よ。あとで全員集めてくれないかしら。なぜですか？またその時に言うわ。フランにずっと身勝手だって叱ってたけど、私も相当身勝手ね。昨夜たちは許してくれるかしら。で、話って何？私、フランがいるところに行こうと思うの。お嬢様？
生き方やそこがどんな場所か知っているの？冥界より向こう側の世界。得意点に入ればそこに行けるんでしょ？どうしてそのことを？眠っている時に不思議な夢を見たの。その時にフランがどうしているかを知ったわ。だから、今一人でいる妹のそばにいてあげたいの。私たちはどうするつもりですか？それは、私は嫌です。妹様だけでなくお嬢様までいなくなってしまうと。確かにお嬢様のお気持ちはわかります。だからこそ私たちの気持ちも考えてほしいんです。残されたもののことを。身勝手なことはわかってる。すごく申し訳ないことだけど、唯一血のつながったたった一人の私の妹だから、フランの元に行かせて。お願いですお嬢様。もう私たちを引き裂かないでください。妹様のことももちろん心配です。ですけど今あるこの時間がなくなるなんて考えたくないんです。どうか考え直してください。やっとこうして集まれたんです。だから、みんな、レミー、一つ聞くわ。何かしら、コウマ館の主人として責任は取れるの？私たちの未来に。覚悟はしているの？答えて。私たち家族はそんな脆いものじゃない。みんなが一番わかっているはずよ。私がいなくなってもあなたたちは生きていける。それだけの強さは持っているでしょ。ずるいです。お嬢様だけ、私だって寂しいわよ。辛いわよ、悲しいわよ。この決断をするのにどれだけ悩んだか。だけど私たち以上にこんな辛い思いをした子もいる。妹様。もうこれ以上フランに辛い思いをさせたくないの。今まで何もあの子にしてあげられなかった。すでに遅いかもしれない。だけど今あの子にしてあげられることはこれしかないの。どうやら身勝手だったのは私たちだったようね。その答えが聞けて安心したわ。行きなさいレミー。パチ。お嬢様、私たちは、強くなれるんでしょうか？これから先お嬢様がいなくてもやっていけるのでしょうか？絶対に大丈夫。自信を持ちなさい昨夜。迫力ローマでお送りさせてください。お願いするわ昨夜。最後。なんですね。違うわよメイリン。あなたの命が終えたと聞きなさい。あ、そうだ。私からの最後の頼み。みんな幸せに生きて。そして最後はまた家族で集まりましょう。はい。あなたたちと出会えて、家族として過ごせてよかった。今までありがとう。また、会いましょう。さようなら、コウマ館。こうしてお嬢様と歩くのが私の喜びでした。昔からずっとお嬢様をお守りすることが私の誇りでした。お嬢様と過ごせる時間が私の宝物でした。小さい頃からあなたは何も変わらない。私たちのことを最優先で考えてくれて行動してくれた。あなたをメイド長にして本当に良かったと思うわ。本当は迫力ローマで一人で行くつもりだったのに、そう覚悟してたのに、ちょっと甘えちゃったわ。嬉しいです。私がいなくなった後はあなたに全てを任せる。もちろん無理はしてほしくはないけど、もしも乗り越えられないような困難があっても、私たちには家族がいます。うん、それでいい。じゃ、行こうかしら。はい。待ってたよ。なんだ全然元気じゃない。お姉様、どうして、一人にさせない。その約束を守ろうとした奴の頼みと私のわがまま。マリサの、まああいつの頼みを聞いたってわけじゃないからね。ほとんど私のわがままだから。何年経っても変わんないね。そっちこそ。でも、すっごく嬉しい。私もよ。会えてよかった。これからはずっと一緒よ。うん、ずっと。ねえお姉様、あれからみんなはどうなったの？そうね、その話もしなきゃね。うん。昨夜やパッチ、こわ、メイリンにまた会えるかな。何年、何十年先になるかわからないけど必ず会えるわ。また家族みんなで。ありがとう、マリサ。そしてお姉様。私たち家族の絆はどれだけ離れていても繋がっている。強く繋がったものは決してちぎれない。きっといつかまたここに集うわ。だからその時をゆっくり待ちましょう。うん。
北西から何者かの敵意を感じます。どうしますか？しばらく様子を見なさい。もしそれでここに手を出そうとする輩ならなら、私が相手をする。この高魔館の主として、